F1 コンストラクターの一覧では、1950年に始まった FIAF1 世界選手権に参戦したことのあるコンストラクターを一覧する。なお、F1 においてコンストラクターとはマシン製造者であり、厳密な意味においてチームとは異なる。ただし、現在ではチームイコールコンストラクターであることがレギュレーション上定められている。そのため、 例えば、ローラは、チームとしての参戦は1997年シーズンなど、ごくわずかだが、コンストラクターとしては、多くのチームへ供給している関係から、多数の参戦経歴が記録されている。また、参戦の連続性については、資本関係などに変更があっても、コンストラクター名称が同一であれば、連続して参戦しているとみなされることが、一般的だが、運営母体や、 資本関係の変更がなくてもコンストラクター名称が変更されれば記録はリセットされることが一般的である。記録はすべて2020年終了時のもの。2021年参戦コンストラクターを示す。マクラレン、ウィリアムズレッド、ブルアストン・マーチン・メルセデス・アルパイン、アース・コンストラクターの所在チーン D500 の記録は除外。ありがとうございます。